年恒例の提供読みをさせていただきたいと思います。佐々木京子アナウンス部長お願いします。今年の提供読みですが、新人アナウンサー2名に加えて、コロナ禍で27時間テレビが開催できず、提供読みを体験することができなかった入社2年目から4年目のアナウンサー9名合わせて一緒に提供を読ませていただきます。まずは新人アナウンサー2名による自己紹介です。新人アナウンサーの原田葵です。明るく元気にこれから精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。フジテレビ新人アナウンサーの東中健です。一音一音に魂を込めて提供を読みします。よろしくお願いいたします。それでは今年の FNS 27時間テレビ鬼払い祭りスポンサー各社をご紹介いたします。 FNS 27時間テレビはライフネット生命、キリン、アサヒビール、サントリー、ホンダ、au、 エステー、 MS&AD 認証アランスグループ、 JT、 富士フイルム、明治、ユニチャーム、レイク、味の素、アデランス、小林製薬、宝くじ、石松屋、バンダイ、ライザップ、アース製薬、アコム、旭化成、稲葉食品、エンジャパン、花王、クラシエ、グロップ、コーセー、自然食券、ゼリア新薬、ソフトバンク、大正製薬、日産自動車、日清食品、バンダイナムコエンターテインメント、ブレインスリープ、三井不動産、三菱電機、モスフードサービス、森永製菓、ロート製薬、以上各社の提供でお送りしました。の皆様、スポンサーの皆様に感謝の気持ちを込めての提供読みでございました。